ご視聴ありがとうございます。ジーソミア破棄までに。期限が迫ってきています。さてどうするのでしょうかと考えます。今のところ覇気の方向だと感じ取れますが、実際歩み寄ってきているような気もしている韓国です。しかしもともとジーソミア破棄をすると困るのはやはり相手国だと感じていますが、そんなことはやはり関係ないのでしょう。実際今までもそうですが、国と国との約束ごとが守られていない、そんな状況でもあります。今に始まったわけではないのです。そう遠くない昔から行われていました。まあ事の始まりは何ですかね。やはりレーダー照射問題から大きく日本は別の方向に舵を取ったんじゃないでしょうか。やはり自国を守る隊員のためにはそれぐらいの覚悟があって叱るべきでしょう。もうすぐやはりそれぐらい時間が経つのですね。今年はいろいろと経済も悪くなっているようですが、本当のことはまあ国民に知らされているかどうかは分かりません。あのハグの映像を見ると、日本でハグをやってる場合じゃないんじゃないかなと自分は感じています。国へ帰ってもうちょっと大きな声で世界情勢なんかも正しく伝えるべきだと自分は考えます。
11月22日の0時私はジーソミアは破棄となるでしょう。日本も重要な軍事機密を相手国に伝えなくていいのでやはり助かりますよね。軍事衛星を使わせるという名目もあり、やはり日本の防衛にはその元に戻るという感じでしょうか。一番困るのはやはり相手国だと私は考えますが、どうでしょう。日本も軍事衛星を2つから3つにする計画があります。これでより空からの情報収集が可能となってきます。今までの2機の軍事衛星よりも高度化することによって宇宙からもかなりのデータリンクの情報の共有などがしやすくなるのではないでしょうか。自分たちの知らないところでいろいろなことが起きています。伝えることはできませんが、11月22日待ってみましょう。それでは。